こんにちは、ヤヒロです。今回は正しいボールとのタイミングの取り方っていうテーマでお話をしていきます。はい、今ちょっとちらっとやったんですけども、今ですね、フォアハンドで両手でターンしてドッグパッドに持っていって面を開いて打球するっていう流れを、伝えている最中なんですけども、まあ、その中でこの打ち方はボールとのタイミングをどうしたらいいんだっていう方いると思うんですよね。で、ボールとのタイミングっていうのはすごい重要なとこというか、どんだけ素振りで鏡の前でよしこれなら全然できそうだなと思ったけど、実際コートに立ったらあれぐちゃぐちゃになったみたいな、皆さんあると思うので、それっていうのは映像を撮らないと分からないと思うんですけど、必ず練習するには映像を撮っていただいて、その上でボールとのタイミングをこういうふうに撮るんですよっていうのを、お伝えしたいかなと思います。まずですね、ボールとのタイミングを撮るときにライジングの方が伝えやすいです。ライジングっていうのはボールが一回上がって地面に落ちて上がってる途中を打球するときの方が、ボールとのタイミングっていうのを明確に伝えやすいので、まずはちょっとそちらを見ていただければ。何をやっているのか分かりますか。今ボールが上に上がって地面に落ちて上がりました。番号で分けると上がるまでが1、ボールが落ちるまでが2、上がって3だとして、ボールが上がったら1、両手でターン、ちょっと今横向いて説明してるんでターンしないですけど、前向いた状態から横向いてターンが1、ボールが上がる1で、ボールが落ちるとともにドッグパッド下向きの面で、ボールが地面に落ちて上がってる時に面を開いて打球します。それをすると何がいいかというと、ラケット面とボールがずっとこう分かります、このボールの後ろにラケットがいるような、ちょっとそう思いながら見てみたいけど、1、2、3、1、2、3として、イメージできればいいと思います。もう一回いきます。本来ですね、テニスっていうのはボールがバウンドして上がって落ちるゆっくりのタイミングの方が本来やりやすいと思っている方いると思うんですけども、正しい打ち方であればライジングの方が打ちやすい、ライジングの方が、タイミングを取りやすい、もうそれしかないんで、1、2、3っていうタイミングを取れれば失敗することはないので、注意できれば。で、今までちょっと僕が言ってた、フォアハンドの場合はどうだったかっていうのを改めて説明すると、今まではボールが上がりきるまでには両手でターンして後ろ向きを作って、ボールが落ちる頃にはドッグパッドして打球っていう話をしました。この時もラケット面はボールと一緒で、ボールとともに上がって落ちて打球ではあったんですけど、これをやってる時間がない、ないというか、間に合わないという人はいたと思うので、後ろ向きの面がなくなったことによって、両手ならできるなと思う方が増えると思います。両手で上げるぐらいなら、ターンぐらいならできなくない。でその後、後ろ向きしてドッグパッドじゃなくて、いきなりドッグパッドと思えば、タイミングとしては取りやすいんじゃないかなと思います。なので、まずボールとのタイミングを取るときに練習するのは、今みたいに近い距離で構わないので、むしろ壁とかフェンスとかに打つのでも、自分でこう出して壁とかフェンスに打つのでも構わないので、ボールが上がる1、落ちる2、上がってきて打球と思って、練習ができると思います。で、ライジングはできるんだけど、じゃあボールは避けたように遅いタイミング、ボールが上がって落ちて上がって落ちるときはどうするかっていうのを、2つパターンとして分けるので、まず簡単バージョンというか、まずはこれをやらないといけないと思っていいです。何をしてるか見ていただければ。どこが一緒でどこが違うのか見ていただければ、パターン1っていうのはまだ、ラケットが2度引きしちゃうとか振り遅れちゃうとか、スイングがまだ固まってないっていう方は、怪我しないためでもあるし、最初分かりやすいというか分かりやすいので、やってみていただきたいのが、ボールが
ライジングの時、速いタイムリーの時は上がる落ちる上がるに両手ドッグパッドを打球でした。でこれ遅いタイミングだとしても一緒で、ボールが上がる落ちるは一緒です。上がる落ちるは一緒で、ボールがバウンドして上がって落ちてくるまで2番がずっと止まってるっていうのが、ライジングじゃないバージョン、普通のバージョンの、まず第一段階です。ちょっともう一回見てれば、1、2、3、4、まあ、3でもいいですけど、ちょっと今突き指しました。もう一回言います。1、2、3、4ってやりました。めちゃくちゃ中指が痛いんですけども、まあ、ちょっとこの中でも、撮影して頑張ってます。ぜひいいねとコメントと、チャンネル登録お願いします。でちょっとですね、今のが、まずやってほしい、でも最終ゴールはこれじゃないよっていうのがあるので、最終ゴールとしては今ですね、ボールが上がって両手でターン、ボールが落ちてドッグパッド、ボールが上がって落ちてくるときに面開いて打球っていう状態でした。でも実際には、最終ゴールはこうなります。ボールが上がった位置、これ一緒、両手ターン一緒。ボールが落ちて、上がって、落ちるぐらい前にドッグパッド終わらせて開きます。要は、1番、2番の場所は一緒なんですけど、2番のスピード感がすごくゆっくりになります。1、2、3、4。流れを止めずに、実際には1、2、3、4の場合っていうのは流れは完全に止まっちゃってるんで、ここからでも、前言ったようにドッグパッドからでも別に強打はできるんですけど、できればこの流れを止めたくないので、止めないために2番で待ちます。ちょっともう一回そう思いながら見てみたいと。ボールがバウンドして上がるまでにじわーっとドッグパッドに持っていってる感じ。ラケットの流れを止めずにボールとのタイミングを丁寧にしたい。これでも結局ですね、ボールのこの上下に上下にはちょっとラケットが合いにくいので、ライジングの方が上下が合ってる分分かりやすいんですけど、左右に関しては、左右っていうのはこれ右左として、このラケットがあっちゃこっちゃ行ってないので当たりやすいの分かりますかね。この飛んでくる、センターラインがここ、センターラインありますけど、ボールがこうこの線に沿ってこう飛んでくるとして、この飛んでくる軌道ラインに、軌道ラインにラケット面がずっといる状態であれば当てやすい。この当てやすさっていうのを、注意したいので、皆さん真後ろから必ず撮影していただきたい。これですね、オンラインレッスンとかでいろんな方フォアハンド、まあ、サーブとかいろんな見えますけど、フォアハンドの動画送っていただく方で、まず真後ろはもう絶対なんですよ。真後ろは絶対やらないと、真後ろからの方が見やすいので、ぜひ真後ろから撮る練習、普段からやっていただきたい。これが斜め前から撮った映像とかだと、うまくやってるのかやってないのかちょっと分かりにくい。僕は分かります、僕は分かりますけど、なんだっけ、自分で改善しようと思った時に何を変えたらいいかよく分かんない、うまく見えちゃうってなっちゃうので、必ず真後ろから撮った時に今のこの流れだったり、ボルトのタイミング合ってるかな、ラケットがボールずっと後ろにいるかなとか、そういうところを探りながら練習ができると思います。じゃあそんな感じで、今回は、ボルトのタイミングの取り方という話でした。もう最後ちょっとベースラインから、1球だけ打って終わろうと思います。あ、1球だけ、うん、まあ、ライジングバージョンとノーマルバージョンで、ライジングの方がさっき言ったようにボールとのタイミングが浅すぎ、ボールが上がる落ちる上がる、1、2、3、2、1、2、3をします。ライジングじゃないバージョン、ボールが上がって落ちる、上がって落ちるまでに早く準備しておいて止めて打つパターン、1、2、3、4、これがまず、第一ステップで、最後今さっきの2番は早く落として縛って止めてたので、
それをゆっくりいきます。1、2、3、4っていう流れで、練習できると思い、できればいいかなと思います。皆さん必ず撮影して見ていただければ。じゃあその端で、今回の動画終わります。まあ、次の動画で、お会いしましょう。いいねとコメントと、チャンネル登録の方よろしくします。じゃあその端で終わります。ありがとうございました。あなたのテニスがより早く効率よくレベルアップできるようにと思い、オンラインレッスンを立ち上げました。今ですね、毎月、いろんな県から、福岡の方にレッスンに来ていただいている方が、たくさんいます。で、そういう方はですね、どうしても予定を組んで福岡まで来て、レッスンをしてっていう時間とお金がすごくかかるんですよね。なんでそういう方を救えたらと思って、始めました。今、全国にはたくさん悩んでる方がいます。テニスもっと早く上達できないかな、今自分はどういう状態なのかなっていう方たくさんいるんで、そういう方を救いたいと思って、作ったので、気になる方は、詳細はですね、概要欄に載せてるので、ぜひ見ていただければと思います。ざっくり言うと、フォアハンドならフォアハンド、バックハンドならバックハンド、まあ、サーブならサーブ、何でもいいですけど、一つのショットを僕に動画で送っていただいて、課題を伝えます。で、課題を伝えて改善するためには、どうしたらいいのか、練習方法などでも、お伝えしていこうと思っているので、まあ、そういう形を、取っています。本気で上手くなりたい。もう自分は、これ以上レベルアップできないかなとか、自分一人でどうやったらレベルアップすればいいんだっていうのが、わかんない方たくさんいると思うんで、そういう方を救えればと思います。はい。そんな感じで、気になる方は、僕にご連絡ください。以上です。ありがとうございました。